しろあげ参るぞ、いざ出陣。はぁ秀吉様に一生を捧げ槍を振り続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いやー我が主秀吉様のため戦場を駆け抜けた日々が天下がいかに移るか、忠義ってそびえ立つ石垣は我が思いの高さよ。わしが加藤清正である。いやあ天下は当時ただしかし愛し愛される小野道天下ごめんの歌舞伎者前田圭司。さっくどいつもこいつも金だ天下だうるさいの楽しければええではないか。皆の衆共に歌舞伎ぞ。わしの名は前田圭司だ。銃を手に夢を心にこの道にまで歌舞伎たりだや前田寿司。民の安寧、前田の繁栄、それがためだ。我が命くれてやるわ。取れるものなら取ってみよう。我が名は前田又左衛門と信也なり。いやだ我慢を重ねること幾数で最後の最後に全国を制覇した天下人徳川家康。ほーれ刀をしまえ。本日はクリスマスイブじゃ。笑って過ごそう。お主の笑顔やな。お主の笑顔もええの。お主の笑顔も最高じゃ。まだ笑っておらんものがある。わしに任せよ。いや豊臣秀吉じゃ。はあ
曲げるな。その思いが尽きることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。別に波動を全うした天下人、織田信長。その生涯は光を、わしが二人の天魔を織田信長で、はる皆の者、名乗りを上げよ。我ら名古屋をもてなし部将隊、今ここにおいで。誰も考えることのなかった天下風、それがわしの夢じゃった。あれから400年、また夢叶えるために蘇ってやったわ。さあ、さあ、その通りにございます。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃよ。さあ、徳川殿や。さようにございまする。源内縁武、あまり聞いたことがなかろう。わしが作った言葉じゃ。武器を捨てて太平の世とする。今の時代はどうじゃ。結構結構、この時代もその精神は続いておる。だが今もまさに戦国太平になるぞ。皆も苦しい戦いをよく戦っておると聞いておる。故に我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。は、長篠の戦いにございます。であるか。皆の者、しかととろめに焼き付けよ。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、陣笠の巻。武田勝頼軍による三河侵攻が始まりました。こっちが来た。兵を動かせ。天ね、家康様、長篠城に武田軍が迫っております。天ね、都市家様、鉄砲隊出陣と命が下りました。参るぞ、一番手柄をもぎ取るのじゃ。天ね、秀吉様、武田軍を横へより攻めるとのご命令です。それ動け動け、手柄を立てるのじゃ。天ね、信長様より総攻撃の命が下りました。おのおの方、準備はよろしいか。皆の者、手柄を立てよ。現在敵は戦前に敗走いたしました。我が軍の勝利でございます。ようやった。ああ、いやー、なんとかこの戦を生き延びることができましたな。ああ、大変でございましたもん。いやー、さすがは信長様、見事な作戦だったな。おお、まことに。亀吉、どうしたんじゃ浮かない顔して。せっかくの勝ち戦じゃっちゅうのに嬉しゅうないんですか、うん、いや、わしは悲しいんじゃ。こたびの戦は鉄砲隊やってこそ、鉄砲隊に配属されたやつはわしらと同じ足軽でも大きな武功を立てた。それに比べてわしらは来る日も来る日も天命じゃ。確かにわしもそう思わんでもない。決死の死に様で仲間たちを奮い立たせた取り捨ねえ者どもわしらと同じ足軽の身分、年も近い。ああ、その通りじゃ。達郎殿は農民としての大切な仕事もあります。それもそうなんじゃが、戦場におる限りは何かを成し遂げたいとそう思うでもない。お主もそう思うじゃろ。お二人ともらしくありませんぞ。わしも武功が欲しいな。よしら、お、信長さん、信長さん、よしらは十分な武功を手に入れておる。なあ、猿、教えてやれ。はっ、こたびの戦、何故勝ったか言うてみ。信長様の見事な大敗にございます。王者の。じゃがな、それだけでもないんじゃ。何じゃと思う。は、武将の方々がその大敗に見事に応えなさいました。王者の。じゃが、それだけでもないんじゃ。達郎さん、わかりますか。わかりません。ルシラじゃ。
わしらが、ルシラがここぞという時にちゃんと伝令をしたから勝ったのじゃ。しかし伝令を軽んじるではないぞ。我が軍それぞれの武将を結びつけ、巨大な生き物に致すには確実な伝令が必要じゃ。巨大な生き物ですか。そうじゃ。ルシラは戦場を駆け回り、見事我らを一つにまとめたのじゃ。ありがたき幸せ。我が軍に必要なき人間など一人もおらんわ。ようやった。これからも励め。はぁ、また戦が激しくなってきたの。我が思い皆に伝えよ。天命、この苦しき時を一丸となって太陽とのご命令です。さすれば必ずや太平の世はやっていきましょう。今は苦しくとも必死に懸命に、そうすればいつの日か